皆さんこんにちは、賃貸の正木の中島です。本日私は木津川市梅見台にございます 2LDK の賃貸マンションリビングタウン梅見台にやってまいりました。まずこちらがリビングなんですが、こちらのリビングですね、このようにかなり広々とした空間がございます。これで広いとですね、テレビやテーブル、ソファーなどを置いていただいても、まだまだ空間がゆとりがある、そんなお部屋になっていると思いますね。そしてこちらオープンキッチンタイプのキッチンとなっております。こちらのキッチンはコンロはお好みのコンロを置いていただきまして、そしてこちら換気扇もですね、かなりしっかりと大きいものがありますので、お料理の使用しながら換気もしっかりとできる、そんなキッチンとなっております。またこちら上と下にですね、このように収納スペースもございますので、お鍋やお皿などもしっかりと収納していただきます。またこちらリビングにですね、このように窓がついているんですが、こちらを開けていただくと南向きの広々としたバルコニーがございます。これだけバルコニーが広いと、お洗濯物はもちろんなんですが、お布団などもしっかりと干していただけるかなと思います。では続きまして、こちら奥の洋室をご紹介いたしましょう。はい、こちら約6畳の洋室となっておりまして、こちらのお部屋の最大の特徴はこちら、そう、これだけ広いウォークインクローゼットがあるのお部屋っていうのはかなり珍しいのかなと思います。これだけ広いと、まあ、コートはもちろん、まあ、季節の用品などもしっかりと収納していただけるので、すごく使い勝手のいい、ね、収納スペースではないでしょうか。またですね、こちらこのように扉もついておりますので、こちらの扉で仕切っていただいて、独立したお部屋と使っていただいても結構ですし、開けていただいてちょっとまあリビングをですね、広く使う、そういった形で使っていただいてもいいんじゃないかなと思います。ではこちら奥の和室をご紹介いたしましょう。はい、こちら奥の和室、こちらも6畳のお部屋となっております。こちらもですね、このように収納スペースがかなり、まず1軒分の収納スペースがございますので、まあ、こちらも収納力がかなり高い、そんな、収納スペースがございますね。また窓も1枚、2枚とございますので、明るいお部屋となっております。では続きまして、水回りをご紹介いたしましょう。はい、こちらですね。はい、こちらまず人気のシャンプードレッサーはもちろんなんですが、奥にはですね、洗濯機置き場がございます。そしてそのまま進んでいただきますと、こちらお風呂場がございます。お風呂、お湯で機能がついたお風呂となっておりますので、冬場でもあったかいお湯に、お風呂に入れますね。そして玄関スペースはこのように下駄箱も大きなものがついておりますので、靴の収納にも困りませんね。はい、こちら、木津川市梅見台にございます 2LDK の賃貸マンション。気になる賃貸条件は弊社ホームページをご参照ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の正木では皆様のご来店をお待ちしております。また見てね。